皆さんおはようございます。今は朝の6時半です。ちょうどジョギングしてきて、これからシャワー浴びるんだけど、その前にちょっと変なことを紹介したいんです。それは呼吸の仕方紹介したいんです。ウィム・ホフの呼吸の仕方っていうんだけど、これも前友達から聞いたんだけど、ネットでいろいろ調べて自分でやってみて、そして今はできるだけ毎日やってる呼吸のやり方、毎朝5分や10分かけて、もうちょっとかな、15分とかかけて、この呼吸の仕方やればすごく元気になりますよ。もう本当に1日元気で頑張れるぐらいに効果があります。で、ウィム・ホフという人が作り出したんだけど、ウィム・ホフ、 YouTube でウィム・ホフ調べれば彼についてたくさんの説明とか、呼吸のやり方について説明たくさんあるんだけど、多分全部英語だと思うんだけど、頑張って調べて。まあ、ウィム・ホフという人は昔から自分の免疫系を思い通りに操れるって言い張ってた。で、これはもちろん誰も信じなかったけど、数年前にウィム・ホフはヨーロッパの大学病院に行って、わざと内毒素を打ってもらった。もうこの内毒素を体内に入れると熱が上がる、吐き気になる、もう風邪ひくみたいな感じになるんで、それわざと打ってもらって、そしてそのウィム・ホフさんは呼吸して、自分の生み出した呼吸のやり方して、一切病気にならなかった、熱上がらなかったし、気持ち悪くならなかったし、これでその病院の医者たちはすごく驚いて、そしてその医者たちは、まあこれは多分ウィム・ホフさんは生まれてからもう特別なんです、特別だから、この内毒素を打っても病気にならない。でもこれをもっと調べるために、その後に30人を集めました。で、その30人の中で18人は内毒素を打つ前にウィム・ホフさんと一緒に修行しに行って、なんか体のトレーニングとか呼吸のやり方を教えて1週間行ってきた。で、みんな戻ってきて、みんなに内毒素も病気になるようなものを打って、18人は教わった通りに呼吸とかして集中してたんだけど、残りの12人は何もしなかった。でもこれではっきり18人は一切病気にならなくて、12人は普通に病気になって、白血球になって熱が上がったりとかしとった。すごくない？すごくない？適当に選んだ18人も修行行ってきて、すぐに病気治せた。で、今のとこ聞くと何か怪しいなと思ってしまうじゃん。何か怪しいんだな。でもウィム・ホフさんっていう人はお金取ろうとしてないから、これもう本当に YouTube に公開してるだけ、この呼吸のやり方。全然お金とか欲しいんじゃなくて、ただ人に教えたいだけなんで。で、ゴードもやってみたんだけど、もう俺最近病気とかになってないし、俺もうこの方法を試すために風邪ひきたいぐらいんだけど、全然病気にならなくて困ってるんだけど、俺も最近やっててすごく効果あります。で、今説明しますね、その呼吸の仕方。すごく簡単なんだけど効果あります。それはですね、大きく空気を吸って、で、これもちろん立ったままじゃやっちゃダメ、ために気絶する人いるから座るか、俺いつもこうやって横になってやってるんだけど、座ったままでもいいよ。まあソファで横になってもいいし。で、その呼吸のやり方は、一回空気吸ってちょっと吐く、一回吸ってその空気吐くときに、そんな思い切り吐かなくてもいい。毎回吐くより吸った量が大きいっていう感覚でどんどんやっていく。で、これで体中に酸素が溢れて、
この呼吸は30回ぐらいやります。30回や40回やります。で、そんな正確に数えなくてもいい。なんかもうすごく酸素が溜まってるような気持ちになったら、1回最後に30回ぐらいに経ったら1回吸って、そしてすぐに自分の中の空気全部吐く。本当に体に一切空気入ってないまで吐いて、それで呼吸やめる、もう止める、もう一切空気入ってないままで。で、このままでずっと待つ。できるだけ空気を吸わない。俺ここはいつも2分ぐらい息止めてるんだけど、まあこれは本当にやっぱり空気吸いたい、やっぱり苦しいってなった時に吸っていいからね。無理やり2分間ね、頑張るのはないからね。自分の中で、あ、やっぱり体は空気を欲してるって感じたらもう一回吸う。で、ずっと体の中に空気入ってないままで息を止めて、で、ちょっとやっぱ空気欲しいって体が泣いてたら一回だけ吸う。で、たくさん空気吸った状態で15分ぐらい待つ。で、この15分間ですごく体で感じます。すごく空気が、その酸素が移動していくのがすごくわかる。すごく変な気持ちになりますよ。で、15分経ったらもう一回繰り返します。最初からや40回の呼吸繰り返して、そしてまた思いっきり空気入って、そのままで2分間など1分でもいい呼吸やめて、そしてもう一回吸って、15分間空気たくさん入った状態で待つ。で、これ3回や4回繰り返します。それだけです。それだけの呼吸のやり方です。で、俺毎朝これやって、その後に冷たいシャワー浴びてる。で、こうそうすると本当に元気になります。しかもその上に水浴びしてってもそんなに気にならない。これもウィム・ホフさんが大学で研究してもらった。寒い環境でたくさんの世界記録を出してる。めっちゃ寒いところで装備とか、なんか本当に海パンだけでずっとマラソンしとったり、氷の水の中でずっと息を止めたり、そういう世界記録たくさん持ってる。それでウィムホフは病院に行って、医者たちは研究した。特別なスーツがあって、このスーツに水が流れるから自動にその温度を変えられる。で、ウィムホフはこの全身スーツ着て、最初は呼吸とか何もしないままで、お湯、あったかい水、お湯ほどっていうのかな、なんか日本のお湯ってなんか何度から始まるかわからない。まあまあまあ、あったかい水流して、そしてその後に冷たい水流して、で、それ繰り返して、ウィムホフの肌の温度を調べてた。で、まあみんな思ってた通りに、冷たい水流すと肌も体も冷たくなってた。で、その上にその後にあったかい水流すとあったかくなってた肌が。それは1回目。2回目はウィムホフはさっき教えた呼吸やりながらやった。で、呼吸してるとウィムホフの肌も体内の温度一切下がらなかった。ちょっとずつ上がってた。もうどんだけ冷たい水流しても冷えなかった。その体内の温度だけじゃなくて、もう本当に皮膚が冷えなかった。すごくない？この呼吸して、その後に冷たいシャワー浴びると、本当にそう感じますよ。体は一切冷えない。だからすごく面白い、人間の体。まあ今日本は夏でそこまで試すことはできないけど、冬がちょっと楽しみになった。冬の朝に
冷たいシャワー浴びてみるがすごく楽しみになっちゃいました。まあ皆さん、ウィムホフさんの呼吸の仕方ぜひ調べてください。そして今度やってみてください。すごく元気になりますよ。もう俺はこのやり方で風邪とかに勝てるかどうかすごく気になって、ずっと風邪ひきたくて引けないんだ。もうもともとあんまり風邪とかひかない人なんだけど、本当に何か風邪でもひいてこの呼吸を試したいんだ。まあ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 。そして今度もお風呂に水と氷たくさん入れて、その中に入ってこの呼吸のやり方もう試すつもりなんで、その動画楽しみにしてください。じゃあねー。